アーノルド・ダンフォード、パトリック・ヒーニーは、カナダの法律家、外交官、官僚である。ヒーニーが生まれたのは、ケベック州モントリオールである。彼は、ウィニペグのセント・ジョンズ・カレッジを1921年に卒業し、学士号を取得した。1923年には、修士号をマニトバ大学から得ている。 マニトバローズ小学金で、オックスフォード大学のセントジョンズカレッジに留学した、後改めて、マギル大学で民法の学士号を得ている。1929年に、海洋法の専門家として彼は、モントリオールの法律事務所に就職した。彼が扱った最後の仕事の一つが、FR スコット対、ウェストマウント氏の裁判で、本件で彼はスコットを勝訴に導いている。 1938年にはマッケンジー・キング首相の首席秘書官になった。1940年から49年には数密印書機関長となった。彼はおそらく第二次大戦期における官僚の中で最も重要な人物であった。ある歴史家は彼を表してほとんど独力でカナダの行政を近代化したと述べている。1949年にヒーニーは 外務次官になり、その後、北、大西洋条約機構大使に就任した。彼は1953年から57年にかけて、また59年から62年にかけて、在アメリカ大使を務めた。1968年には、カナダ勲章のコンパニオンを受訓した。彼は1970年に、オタワで亡くなっている。ありがとうございます。